中学一年理科、物理分野、光、音、力、一問一答聞き流し、この動画はラジオのように聞き流すこともできます。それでは始めます。一章、光。太陽や電球のように、自ら光を出すもの。答え、光源。 光が一種類の物質中をまっすぐに進むこと。答え、光の直進。光が鏡などの表面で跳ね返ること。答え、光の反射。入射角と反射角はいつも等しい。これを何というか。 答え、反射の法則。160センチの人が全身を映すためには何センチメートルの鏡が必要か。答え、80センチ。身長の半分。光が物質の境界で曲がること。答え、光の屈折。 空気中から水中、カッガラス中へと光が進むとき、入射角と屈折角はどちらが大きいか答え、入射角水中、カッガラス中から空気中へと光が進むとき、入射角と屈折角はどちらが大きいか答え、 物節角。ある角度以上で空気に進む光が水面で全て反射される現象。答え、前反射。前反射を使った光通信などに利用されるもの。答え、光ファイバー。 太陽の光のように色々な光が混ざったものを何と言うか。答え、白色光。リンゴが赤く見えるのは赤色以外の色が表面で何されるためか。答え、吸収。中央が膨らんだレンズのこと。 答え、凸レンズ。凸レンズの軸に平行な光が凸レンズを通るときに屈折して集まる点。答え、焦点。凸レンズから焦点までの距離。答え、焦点距離。 凸レンズの中心を通る光はどのように進むか答え、直進する。凸レンズでできる像のうち、実際に光線が集まってできる像。答え、実像。焦点距離の2倍より遠い位置に物体を置いた時にできる。 実像の大きさはどのようか答え、実物より小さい。焦点距離の2倍の位置に物体を置いたときにできる実像の大きさはどのようか答え、実物と同じ大きさ。焦点と 焦点距離の2倍の間の位置に物体を置いたときにできる実像の大きさはどのようか答え、実物より大きい。焦点上に物体を置くと像はできるか答え、できない。 凸レンズでできる実像の向きは実物と比べるとどのようか答え、上下左右逆さま。物体を焦点より内側に置いた時に凸レンズ越しに見える像のこと。答え、虚像。凸レンズでできる虚像の向きは、 実物と比べるとどのようか答え、実物と同じ向き、確固、成立。二章、音。音を出す元となるものを何というか答え、音源。音源が音を出しているとき、 音源はどのような状態か答え、振動している。音源の振動の幅のこと。答え、振幅。音源が1秒間に振動する回数のこと。 答え、振動数。振動数の単位は何か答え、ヘルツ。音は空気中をどのように伝わるか答え、波。水中や鉄などの答体は音を伝えることができるか 答え、できる。真空中は音は伝わるか答え、伝わらない。落雷の光が見えてから音が聞こえるのはなぜか答え、光の速さが音の速さより速いため。 花火が見え、2秒後に音が聞こえたとき、打ち上げ場所から何メートル離れているか。ただし、音の速さを340メートル毎秒とする。答え、680メートル。モノコードの音を大きくするにはどうするか。答え、強く弾く。 モノコードの音が大きくなったのは何が大きいためか答え、振幅。モノコードで音を高くする方法を3つ答えよう。答え、弦を強く張る。弦を短くする。弦を細くする。 音が高いのは何が多いためか答え、振動数。音の波を目で見ることができるようにする装置を何というか答え、オシロスコープ。三章、力。力の働きを 三つ答えよう。答え、物体の動き、運動を変える。物体の形を変える。物体を持ち上げたり支えたりする。変形したものが元に戻ろうとする力のこと。答え、弾性力。 物体が擦れ合ったときに発生する物体の動きを妨げる力のこと。答え、摩擦力。磁石の間に働く力のこと。答え、磁石の力。かっこ、磁力。プラスチックの下敷きに髪の毛がくっつくなどの力を何というか。 答え、電気の力。電気力。地球が物体を地球の中心へと引く力。答え、重力。バネに働く力の大きさと、バネの伸びの間に比例の関係があること。答え、フックの法則。 力が加わる点のことを何というか答え、作用点。力の矢印において矢印の長さは何を表すか答え、力の大きさ。作用点、力の大きさ。力の向きの要素を合わせて、 何というか。答え、力の3要素。重力の力の矢印を書くとき、作用点はどこにするか。答え、物体の中心。質量の単位を答えよう。答え、 グラム。重さの単位を答えよう。答え、ニュートン。地球と月では質量は変化するか。答え、変化しない。地球と月では重さは変化するか。 答え、変化する。一つの物体に二力が働き、その物体が動かないとき、二力はどうなっていると言えるか。答え、釣り合っている。二力が釣り合うための3つの条件をすべて答えよう。 答え、二力の大きさは等しい。二力の向きは反対。二力は同一直線上にある。本が机の上に置いてあるとき、本を支えるように、机が本を押し返す力を何というか。答え、垂直効力。お疲れ様でした。 体調に気をつけて勉強頑張ってください。2022年の夏から秋に理科の電気分野の参考書を出版するので、中学2年生以上の人はよろしければ使ってみてください。Twitter では勉強仲間が集まるコミュニティを運営してますので、よろしければ参加してみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。